はい、皆さんこんにちは。アミルコバヤです。今日はですね、2年前の、8月の17日ですかに、購入しました、こちら全パッド、3 8.0、8月なんで、今まあ3月なんで、あ、ね、1年と7ヶ月ですか。1年と7ヶ月使った、その、使用感をちょっと、レビューしようかなと思うんですよね。ちょっと長いんで。どうしてこういうことをやるかっていうと、先ほど、前回の動画で、エクスペリア Z ウルトラ、いわゆるズルトラの後継機が現れた。エクスペリア1と。それ買うかどうかちょっと悩んでるよと。まあ、エクスペリア10でもいいです。10でもいいです。テンプラスか。テンプラスミス。まあ、買おうかどうか悩んでるよということを、まあ、言ったんで。で、もうこれももうじき2年経つんで、ちょっと買い替え考えようかなと思って。それでまあ、今回まあ、ちょっと1年7ヶ月後のレビュー、使用感レビューをしたいと思います。で、これなんですけども、ちょっと音落としちゃったんで。これでは、SIM フリーです。SIM フリーなんで、通話機能あります。で、SIM を、まあ、通話機能付きのその SIM を、SIM カードをこうぶち込んで、ね。それで、Bluetooth で、こちら、PHS の、この、ソシアスって言うんですかね、ソシアス、WX01S というこの機種に、Bluetooth で飛ばして、それでまあ、こっちで電話する。ただ、ここでは、できないですよね。送信はできないですよ。こっちで、こう、番号を押して、それで、まあ、送信する。で、電話、まあ、やるとき、電話で話して、それで終わるときに、まあ、こっちでピッて、やめることはできるんですけどね。で、まあ、Bluetooth さえ繋がっていれば、こっちでは受け取ることはできます。受信はできます。受信は。送信だけがこっち、こっちのタブレット本体の方で、まあ、やらなきゃいけないっていうようなことだったんですよね。で、音質は、10回やったうちの10回電話すると、1回はやっぱちょっとおかしいなんか、音の質がとても悪く、ちょっとあんまり聞き取れないような感じにはなります。ただ10回に1回程度の割合です。まあ、残りの9回は普通にクリアに、まあ、聞くことができます。向こうは、まあ、私の言葉どうなんでしょうね。まあ聞き返されたことがほとんどないんで、まあ普通にまあ届いてるとは思うんですけどね。でこれ特にバッテリーですね。1年前、1年までは、だから去年の8月ぐらいまでは1日1回で充電 OK でした。でも、ちょっと過ぎてから1日1回でちょっと厳しいかなっていう感じがあって、今はもう1日2回ぐらいやってますね。2回っていうかな。1日1、丸1日、まあ、100% して、それで使って、もう1日経つ前、もう1日経つ前、もう半日ぐらいで、もう 0% になっちゃう。だからもう1回、まあ、差し込んで、充電する。っていう感じです。だから1日2回充電は やらざるを得ないですね、今は。やっぱり下手ってきました。当たり前ですけども。ということで、まあ、後継機、明日、できれば、またもう一回こういうカセット系の動画上げたいと思うんですけども、明日は、ちょっと副兵がちょっと現れたということで、これどうなんだろうなっていうような動画、ちょっと上げたいと思います。ということで、使用感レビューでした。非常に、あとはもうサクサクだし、約2年経ちますけども、サクサクだし、なんも不具合はないです。に十分満足してます。ただやっぱりバッテリーが下手ってきてから、ちょっと変えようかなっていう感じはありますよね。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアル。